マンチェスター・シティ3対1マンチェスター・ユナイテッド日本時間3月23日エティハド・スタジアムマンチェスター・シティの女子日本代表 MF 長谷川優衣が見せた紙トラップが先制点の起点になったファンも先制の起点となったトラップに痺れたと大興奮のようだマンチェスター・ユナイテッドとのマンチェスター・ダービーにボランチで先発出場した長谷川 ゴールレスで迎えた36分、相手ゴールキーパーのクリアボールにいち早く反応して落下点にポジションを取る。すると右足のインサイドでボールの勢いを殺してコントロール下に置くと、相手のプレスを受けながらも丁寧に味方につないだ。するとこのプレーを起点に、上はびのクロスにパークが合わせてネットを揺らした。長谷川が起点となった先制点に、 エティハドスタジアムのファンも大歓声となった。長谷川のプレーについてネット上では、先制の起点となったトラップに痺れた、技術が素晴らしい、冷静に味方につないで起点になったな、など、賞賛の声が溢れた。このゴールをきっかけに、シティが3点を連取。ユナイテッドの反撃を1点に食いとどめ、白星を手にした。